河ドラマ光る君へ宗寿丸役を演じる伊藤健太郎、 CNHK 女優吉高由里子36が紫式部、役柄名真宙役で主演する NHK 大河ドラマ光る君へ日曜あと 8.0。 27日の第41回ゆらぎ放送後に更新された公式サイト内のインタビュー企画君語りに宗寿丸役を演じる伊藤健太郎27が登場した。以下ネタバレを含みます。大河ドラマ光る君へ宗寿丸役を演じる伊藤健太郎、右 CNHK 光る君への記事はこちら。光る君へ相関図へ宗寿丸は真宙の娘里子南沙羅を盗人から救ったことでその屋敷に出入りするようになる。武者としての生き方に独自の考えを持っており、興味を持った里子は惹かれていくという役柄。大河ドラマ光る君へ第41回の場面写真。真宙、吉高由里子、中央と対面する宗寿丸、伊藤健太郎、右 CNHK 伊藤は演じる宗寿丸の印象について、もともと捨て子で拾われて武術で強くなっているというキャラクターなんですけど、すごくいい意味で身分の違いとかを関係なくフラットに人と接することができる人物と語り、第41回で登場した。それぞれが得意な役割を担い、力を合わせて戦えば一人数との力は弱くとも負けることはないという宗寿丸の独自の考え方について、本当に僕も台本読ませていただいていて、セリフを言うとキモそうですけどすごく素敵な考え方だなってと称賛した。また第41回で身分の違う里子と宗寿丸が一緒にいることを受け入れた真宙について、すごく素敵なお母さんだなと思いました。だから里子もまっすぐさを持って育ったんだろうなと思いましたし、あの親子関係っていうのがすごく素敵と語った。伊藤健太郎、伊藤健太郎1997、平成9年6月30日生まれ、東京都出身。2017年に映画デメキンで初主演。18年に日本テレビ系今日から俺はでブレイクし、役名の健太郎から本名に改名した。19年にコーヒーが冷めないうちにで日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。